ハニューさん、離婚発表一夜明け世界に衝撃、ハブさんがスの世界トレンド一位、中国やロシアでも報じられる。フィギュアスケート男子で2014年措置、18年平イ五マゴリンを連覇し、プロスケーターとして活躍するハニューさん、28、が離婚を発表してから一夜明けた18日、国内にとどまらず海外からも多くの驚きの声が寄せられた。 17日深夜に自身の公式 X、旧ツイッターで発表。8月4日に電撃結婚を公表してから、わずか105日で決断に至った理由として、ハブさんは結婚相手への誹謗、誹謗、中傷やストーカー行為、一部の過熱報道に苦しんでいたことを告白していた。ハブさんが一般女性との結婚生活にピリオドを打つことを発表した17日から一夜明け、海外にも衝撃は広がった。 五輪の公式サイトは、五輪で2大会連続金メダルに輝いたフィギュアスケーターの羽生結弦さんが、離婚の決断を下ろした。この先も、前に進んでいきますと言葉にしたと見出しを立て、中国、フィギュア大国のロシアメディアも大々的に報じた。羽生さんは誹謗中傷やストーカー行為、過熱報道に悩んでいたことを明かし、これからの未来を考えたとき、お相手に幸せであってほしい。 制限のない幸せでいてほしいという思いから離婚するという決断をいたしましたと綴った。発表から105日の結婚生活だった。相手については一切明かしていなかったが、結婚発表後すぐに様々な報道が飛び交った。相手とその親族、ハブさんの親族に対しても、抽象とつきまとい行為があり、普通の生活がままならない日々だった。相手は家から一歩も出られないほどだった。私たちは、 共に思い悩みながらも、このような事態から、互いを何とか守っていけるように努めてきました。しかし、私が未熟であるがゆえに、現状のままを相手と私自身を守り続けることは極めて難しく、耐え難いものでしたと苦しい胸の内が記されていた。17日深夜2時には、ハブさんが X の世界トレンド1位に、国内でも、羽生結弦スピード離婚、推しの幸せなど関連ワードが上位を席巻し、 離婚理由が悲しすぎる。今はただ、ハブ君とご家族の心が守られますようにと祈るだけとの声が上がった。中国の短文投稿サイトである美広氏、ウェイボにも、離婚のニュースを見て泣いてしまった。彼の精神状態がとても心配など多くのコメントが掲載された。サンドだて、生きづらいよな、ゼロ、お笑いコンビ、サンドウィッチマンが18日。 日本放送のラジオ番組で離婚を発表したハブさんについてコメント。ハブさんと同じ仙台市泉区出身の伊達美紀夫、49、は、かわいそう。悲しいです。ハブさんへの過度な取材や希望中傷、ストーカー行為について、そんなのファンじゃないよ。やめてくれってあんなに言ってたのに、どんだけ感動を与えてくれたか。我々に、日本に、と生通りつつ、息づらいよな、と心中をもんぱかった。 織田信成、そっとして、ゼロ、フィギュアスケート男子の2010年バンクーバー五輪代表で、昨年現役復帰した織田信成、36、大阪スケートクラブ、は18日、自身の X を更新し、ああすればよいこうすればよいって言ってるのも違和感あるけどな。超有名人ってことで気になる気持ちゼロにするのは難しいかもやけど、プライベートなことやしそっとしといてあげてほしいな。原文ママと投稿。 ハブさんの離婚発表を受けてのポストとみられ、後輩を思いやった、放置新聞社。